はようございます、今日は6月1日の土曜日です、空は曇っていますけど風もなく釣り日和です。涼しくてちょうどいいんじゃないんでしょうか。今日もあいにくどんぐり船長はちょっといろいろ用事があって、自分のボートはちょっと故障中で出せないので釣りには行きません。今日はですね、もう動画ネタがないのでちょっとうちの屋上の家庭菜園を紹介しようと思います。こっちから行きましょう。これはですね、ミントアップル。なんか病気かね、これ葉っぱが落ちよるね。そしてこっちには暑くなったら花が咲くハイビスカスを育てています。そしてここがこのカルビーの袋栽培とじゃがいりこの箱栽培のじゃがいもです。これももう梅雨になるのでそろそろ収穫しようと思っています。これ生姜ですね。これ生姜をまた植え替えます。そしてこっちがメロンの鉢植えですね。だーっとメロン。これはスイカですね。小玉スイカ。これはメロンかな。こちらは玉ねぎを植えております。これももう収穫ですね。すだち、なおしち、レモン。これはいちごです。いちごもまだちょっと食べれるのはないですけど、いちごですね。こっちがね、ナスとピーマンとかパプリカですね。唐辛子もう一個どっかにあるはずです。これはちょっと収穫したあの レタス類ですね。サニーレタスとか。これは去年か一昨年の母の日のカーネーションですね。こちらはアボカドです。この横からね、あの山ごぼうってアボカドにそっくりなのが出てきて大変なことになって枯れそうになったんですけど、なんとか葉っぱ出てきました。こちらはね、フィンガーライム。まだ実を収穫したことはないですね。これがなんとかっていう花ですね。クリスマスローズ。レモンとかいっぱいありますね。これは栗ですね。栗にポンカン。さくらんぼの木もあります。こっちにまたいちごがありまして、これはミントのあれです。あのもうモヒートミントですね。モヒートにするミントで、レモンに、これはユズかカボスかですね。こっちに、これはなんとリンゴの木です。リンゴの木がずらっとあって、これ桃ですね。桃をこの分はちょっと今年実がつかなかった桃。でこちらにブルーベリー。もう実がなり始めて鳥に狙われるのでこの網で囲ってます。そしてその隣が桃ですね。こっちの桃は実がついているのでこれも鳥に狙われないように網の中に入れて
ちょっともうそろそろ袋掛けをしないといけないですね。そしてこれが枯れかかったパイナップル。パイナップルも収穫したことないです。バラとか、またここもレモンとか甘夏とかみかんみたいなので、1本キュウリを1本植えてます。実がついてるから収穫できるかもしれませんね。これはね、ザクロですね。ネクタリンに、なんだろう、いっぱいありすぎて、これもネクタリンか。これは栗ですね。栗ご飯が食べたいので栗を植えてます。まあ去年買ってきたんでまだ実は取ったことないですね。さくらんぼでしょ、プラムでしょ、柿、これも栗、こっちがまたさくらんぼ、これは何や、これもさくらんぼですね。これラフランスですね。ラフランス実がついてます。収穫できたら嬉しいけど、どうですかね。ラフランスです。こちら梨も1個だけ実がついてますね。これ柿ですね。そしてこちらのゾーンはミニトマトのゾーンですね。ミニトマト、ミニトマトを植えてます。ちょっと実がついてます。まだ青いですけど。こっちがブルーベリーの小さい木ですね。今年買ってきた木で、あとはみかんとかレモンとか甘夏とか、これもブルーベリーレモン、これもピンクレモネードっていうあのレモンですね。あとブルーベリーがまたなんか増えたのが、これはもう死んでます。バナナの木です。こっちもレモンとブルーベリーと甘夏はバラのゾーンですね。今年このアーチを設置して、これ全部ぐるっとなるのに何年、3年とか5年とかかかるんですかね。つるバラ綺麗に咲きました。こっちももう枯れてますけど、こっちは白のつるバラですね。この奥はペパーミントですね。これペパーミント、いい匂いがするんです。あー最高、歯磨き粉の匂いする。これはねオリーブの木ですね。花が咲いてます。これはハーブ、何だったっけ、ディル。これが何だっけ、ローマンカモミールか、カモミールに、これのイチゴですね。あ、いい匂いじゃない。でこっちがスペアミント。あ、スペアミントもいい匂いですね。そしてこれはですね、ブドウゾーンですね。ブドウゾーンはこれがナイアガラっていう分ですね。実がたくさんついてます。収穫できるんでしょうか今年は。ナイアガラと、もう一個こっちに来とるのが、これはシャインマスカットですね。シャインマスカット、
あんまり実がつかんかったね。1、2、3、4房ぐらいしか実がついてないですけど、収穫までこぎりたどりつけるでしょうか。これがブドウゾーン。こっちも玉ねぎがあるんで、もう収穫ですね。これが我が家の小梅ちゃんですね。 小梅太夫です。もう実が全部落ちました。ブルーベリーなぜか知らん枯れたですね。なんで枯れたんかな。これも梅なんかな。こっちも梅ですね。実がちょっとついてますけど、ちょっとだけついてます。これがローズマリーか。この辺はね、イチジクゾーンですね。イチジクゾーン。これ実がいっぱいついてます。まあ落ちるでしょうけど、あれです、何かいね、あれあれ、あるライム、ライムです。ライムとこれがローズマリー、これがレモン、何、レモンバームか。レモンバームですね。レモンの香りがする。でこっちがですね、キウイか、ゴールデンキウイ。こっち元気いいんですけど、こっち多分こっち枯れたかもしれないですね。花がついてたんですけど、ポロポロ落ちて葉っぱも落ちたんで、もうダメかもしれません。1本。そしてこれがですね、山椒の木ですね。山椒の、お、実もついてる。山椒の木、これでも山椒の木。こちらはアーモンド、アーモンドも実がついてますね。ちっちゃい苗木ですけど、アーモンド。こちらが大葉ですね。料理に使えます、大葉。あ、いい匂い。で最後、ここがまたバラのゾーンですね。ちょっと花がもう落ちてカットしてますけど、ということで、まあね、毎日これだけ出勤前に水やりしようと思うとね、まあまあ大変なんですよ、うん。まあということで、今日もこれから水やりと草取りと肥料やったりいろいろしようと思います。以上、家庭菜園の紹介でした。まあ、釣りに行けないんでね、こんなことばかりやってます。以上でした。はい、さようなら。